はい、カズチューブです。神戸です。11月の25日の木曜日、日本シリーズ熱戦の舞台は今日もまだ東京ドームではあるんですが、僕はあえて今日ここにやってまいりました。そう、ひょっとしたら今日でシリーズが終わってしまうかもしれないという気持ちはありますけども、でもここを舞台にもう一度みんなが戦ってくれることを念じて、今これを撮ってます。カズチューブ特別バージョンです。25年前、この球場でオリックスというチームは日本一になりました。そして今年、そのチャンスが巡ってきたわけですが、おそらくもうないであろうと思われていたその神戸での日本シリーズ、それが今年は不測の事態、日程の影響でこの神戸がその舞台に選ばれました。第6戦第7戦です。そこがあればオリックスがここで戦うということ、やっぱりそこにはオリックスと神戸という街の縁をね、感じずにはいられないということになりますよね。縁というのは、いろんな偶然の、重なり合い、いくつもの偶然が重なって縁ができる、それはイコール奇跡なんですね。それを考えれば、本当にこの今年この神戸で日本シリーズが行われるかもしれないというのは奇跡なんだよ。この先こういったことが起こりうるかどうかわからないという中で、もう二度とこんなチャンスはないかもしれないということを考えれば、何としても、この神戸で日本シリーズをやってほしい、そのためには今日勝ってほしいという思いが強いわけでね、もう実際に今グラウンド整備も入念に行われていて、芝生の状態もめちゃめちゃいいです。もうふかふかですよ。もうソンチョソクラの名門のゴルフコースのフェアウェイよりも綺麗みたいな感じの、そんな芝生の状態に仕上がっています。確かに、球場の老朽化は否めません。金属部分にはサビが目立ちます。塗装の剥げもあります。あと、木の部分なんかはね、やっぱりその劣化も激しいという感じで、いろんな施設設備という点ではもうこの球場の老朽化というところは今なかなかその歯止めをかけることはできないんだけども、なかなかそこには手が回りませんのでね。だけどもよ、この球場のグランドの素晴らしさはここでプレーをする選手たちが知っています。そう、ここに帰ってくることを念じてあえて僕は今日ここに来て喋っております。ここでこの球場もチームオリックスを待っています。ここでゲームができるということをもう信じて念じるしかない、ね。まあ、グランド整備も行われていますし、グッズ売り場には、グッズの搬入も行われていました。でさっき球場の関係者の通路で、上岡さんと会いました。そう、以前もこのカズチューブでもご紹介しましたし、サンケイスポーツにも取り上げられていました上岡さんがね、廊下の掃除をされていまして、準備だけは万端にしておかないとねということを上岡さんもおっしゃっていました。浦方さんもこの球場と一緒にオリックスの帰りを待っています。そう、この球場で日本シリーズが行われるかもしれないという、そんな奇跡が巡ってくるかどうか。そうだよ、今の本拠地は大阪なんでね、本来ならばこの球場が日本シリーズの舞台に選ばれることはない。だけども日程の関係で今年はそんな機会が巡ってきました。というわけで今日は僕は特別に、短い時間ではありますがこの神戸の野球場から、おしゃべりしましたけども、今日のゲーム、結果は分かりませんが、この球場に帰ってきてほしいという、気持ちを込めて、あえてホットモットからのカズチューブということになりました。今こうやって準備されている方たくさんいらっしゃいます。その人たちの、思いも背負って今日は戦ってほしい、ね。とにかく、昨日も言いました、神戸へ帰ろう、これが、今日のオリックスの、チームのテーマです。そして、負けると思えば、思うな、負けると思うな、勝つと思うなじゃない、今日はもう負けると思うな、とにかく開き直って神戸に戻っていきましょう。カズチューブでした。今回もご視聴ありがとうございました。ちょっと上空曇ってますよね。もう寒いとか関係ない、もうみんなの思いがこの球場
を埋め尽くすはずです。この球場もファンも神戸に帰ってくるオリックスを待っています。